US マート西部新宿駅アメリカンブルーバード店キッズ、US ランドクリスタルタウン滝店、US マート株式会社は本社を30件伊勢市に置く室内遊園地 US ランド及びキッズ US ランドを経営する企業である。従前は100円ショップとコンビニエンスストアの中間形態の店 US マートが主体であったが、現在はキッズ US。 ランドを主力としている。以前の主力店舗の US マートは、全身が食料品を扱っていたこともあり、食品を中心とした豊富な品揃えで、他の100円ショップとの差別化を図っている。また、すべての商品を100円にすることで、コンビニエンスストアとの違いも引き出している。社員との意思疎通を大切にする経営を心がけ、各店舗の管理、運営は、 店長の裁量に任せている。これにより、都市や地方といった土地柄や顧客の年齢層に柔軟に対応できるという、10分100円で遊び放題を歌う遊園地ショップ、US ランドも展開。現在は店舗網の大半が子供向け業態、キッズ US ランドとなっており、US マート、US ランドは縮小傾向にある。 2018年10月現在では、US マートは、伊勢本店のみ営業していたが、10月限りで閉店し、改装することになった。2005年、US マート銀座店を、東京、銀座3丁目に開店した。高級というイメージの強い銀座に、あえて出店したことについて田口社長は、もし銀座に、釣り堀や100円床屋ができたらどうだろう。 そんな面白い考えからこの店は生まれました。と語った。この出店は当時驚きをもって受け入れられ、2005年11月10日には NHK 総合の NHK ニュースをはよう日本でビルの地下にある15分100円の釣り堀として全国放送で報じられたほか、全国地方新聞12紙の企画、フォトリレー日本の朝でも東京新聞発の ニュースとして2006年7月14日に地下釣り堀が紹介された。なお、銀座からは撤退したが、東京特部には新宿区、歌舞伎町や港区三田に店舗を構えたことがある。ありがとうございます。